名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか。さあ、そして打席には遠藤が入ります。さあ、チャンスが続き満塁の場面。ここで勝ち越してグッと勝利を引き寄せたいですね。なるほど、そうですよね。スクイズなら初球が有効なんですが、動きはなかったですね。変化球打った、セカンド正面、抑えた、本塁アウト。これはどうだ、際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。さあ、そしてバッターボックスには大島が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおも満塁の場面。ここで右中間へ、いいところに飛んでいる。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。勝ち越しのチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって1対1同点です。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。